今日は引き続きですね、また SP の話をさせていただければと思っております。はい、アーティザンマリードライフ、はい、職人の結婚生活、まあ、職人アーティザン SP タイプはですね、結婚生活でもこの SP タイプ職人は付き合いやすいと。確かに彼らは気が短くすぐに怒りを表すことがあるが、起きた瞬間にまた速やかに去っていくと。むしろ職人 SP タイプは批判的ではなく幸せな性格をしていると。理想的な相手を求めるのではなく、結婚生活をおおらかに受け入れ、かなりの欠点があっても許容しますと。まあ、この辺がちょっと S なんですかね。SP なんじゃないですか。SP ですね、確かに。はい、もう現実を、これをもう受け入れるしかない。これを楽しむかじゃないですか、この状況みたいなとこじゃないですかね。ああもうあの時ああしていればとかっていうのはないんですね、はい、うん、こっちの子と結婚してたらとか別の世界線がみたいな、はい、まあ妄想はするかもしれないですよ。はい、それぐらいじゃないですか。あで今の現実をはって悲観したりはしないみたいな。ここはちょっと NF とは違うところですね。はい、はい、例えば自分の習慣について否定的なコメントをされても SP タイプアーティザンはそれほど気にせず、長くは批判に悩まされることはないと。これ本当に羨ましいね。やかましく文句を言われてもスッと流せる寛容さは驚くべきもので、カモの背中から水を弾くようですと、はい、これがあのカーシーズジョークですね、はい、ただし文句を言い続ける配偶者に対してはだんだん家にいる時間を減らすでしょうと。そして SP タイプ職人はアーティザンは性的な面でも何が起こっても柔軟で協調的ですと。ただしとてつもなく冷淡で単調な性生活であれば別の刺激を求めて外に出かけるかもしれませんと。この職人さん SP との結婚生活は刺激的で他に類を見ないものだと。彼らは天使も恐れを抱くようなところに勇んで踏み込んでいきます。性的にも社会的にも時に経済的にもそういうところに突っ込むと。お金の問題や、費やし方、貯蓄のパターンはほとんど結婚生活で対立の種になるが、この SP 職人は配偶者に大きな金銭的問題を提示することが多いと。この SP 職人にとってお金と性は同様に使って楽しむためのもので、雨の日のために貯めるものではないと。なるほど。ある日は大金を稼ぐかもしれないが、次の日にはもうそれを使っちゃう。今日持っていても明日にはなくなっている。この配偶者はそういう豊かさと貧しさの生活を受け入れる覚悟が必要ですと。一般にこの SP 職人アーティザンは守護者 SJ ですね、ガーディアンのように性的にも金銭的にもこのリソースを大切に蓄えることを優先しない。 SJ の人たちは蓄えておきたい、はい、無駄遣いはしない、無駄遣いはしない、はい、酔い越しのお金は取っておく、はい、はい、ずっと取っておく、まあ、なるべく節約してずっと取っておくですよね。そうなんでしょうね、はいはい、代わりに時間、お金、エネルギーはこの人 SP たちはすぐに使わなければならず、人気のレストランに行ったり最新のファッションとか、まあこれは外交型の人なので、まあ、今で言うと新しいデバイスかもしれません、はい、はい、アップルウォッチが出たとか、はいはい、そういう道具を買ったり最新モデルの車バイクを SP の人たちは楽しそうだと思ったら手に入れたい、値段は関係ないんだと。新しい経験や新しいおもちゃに夢中になって、時間が過ぎていくかもしれませんと。さらにこの新しいものがまた、まあ、次の興味ですねが現れればまたそういうのがどんどん移っていきますと。この SP さんたちに悪気はありません。彼らは今を生きているだけで長期的な関係における金銭的義務を果たせないこともありますが、そういうことは不快と思わないと、はい、金銭的なものを持ってないっていうのは、はい、不
快じゃないと、これは見習いたいですよね。でもカーシーはそういうのは無理だって言ってますからね。そうなるのは、そうなるのは、はい、はい、この職人の衝動性というのは人間関係にも及び配偶者に不満を抱かせることがあるかもしれませんと。結婚後この SP タイプは個人的な優先順位を整理しないことが多く、新しい人間関係に同じようなエネルギーを注ぎますと。この人々との関係は突然無造作に始まり、新しく見つけた友人から注目を求める欲求、まあ、例えば新しくこの人いいなって思った人からその金銭的な欲求みたいなのを受けると、いいなと思っていればそのとても親密な人、はいはい、全く新しい人、うん、平等に扱うと、うん、こっちは家族だけどこっちは昨日、まあ、昨日じゃないにしても、はい、出会ったけどこの人ってなったら、はい、平等ですと、うん、ということで配偶者を怒らせてしまうことがよくあると。魅力的な友人、見知らぬ人に異常なほど注目を払ってしまうと。目についた人には無差別に瞬間的なことだけでも喜びを感じてしまうと。そして自分がいかに野心的に見えるか気づいていないと。しかし職人アーティザンは同性の友人、仲間や、側近を集めることで知られ、時間やお金を無駄に使うことがあり、時には配偶者が二の次と感じてしまうほどですと。なんか芸人さんもそういう人が多いんですかね。なんかあの、はい、引き連れていくじゃないですか、はい、ハワイだ沖縄だって、はい、なんかそんなのがちょっと見えたりしました、うん、本質的にこの職人 SP は華々しい仕草や寛大な行為に抵抗できませんと、まあ、そういうのを振る舞ってしまうっていうことなんですかね、うん、酔い越しのお金を持たないみたいな。時に見物人がいるときは贈り物をするのが大好きで、高価な贈り物も躊躇しないと。バーで一斉に飲み物をおごったりっていう風景はよく見ますね。みんなおごるみたいな、はい、あれアメリカだけですかねそういうのって。いや日本でもあります、見かけますけどね。絶対やらないとかって思うんですけどね、はい、持ってないからかな。あってもまああれば別なんですかね、はい、食事代をそうやって払ったり、それでその過ごす生活費が足りなくなることがあると。同様に妻の誕生日に例えばその毛皮のコートとかダイヤモンドをプレゼントするかもしれませんと。たとえ妻が他に服を数着しか持っていなくてもミンクのコートみたいな、はい、ことをやっちゃうと書いてあります。楽しさと興奮が何よりも大事だと。大儲けをしている気分を味わいたいだけで、この受け取る人の驚きに浸り周りの人への影響を喜びます。そんな寛大さは一時的には印象的ですが、すぐに別の気質の配偶者を困らせてしまいますと。職人の結婚生活 SP ですねの結婚生活では様々な、身体活動、体の行動で求める欲求を満たす傾向がありますと。多くの職人は時間をですねガレージで過ごし、車の修理、家具作り、あらゆる種類の道具をいじくり回したり、スポーツ用品の手入れをしていますと。特に、まあ、スポーツに時間をかけ、釣り用具とかオフロード走行、サーフィン、バイクなどスポーツに熱中しているので、その配偶者はスポーツに取り残された人と感じることが多いと。わかります。体調なんか、まあ、人に使うのは、はい、まあ、内向だからないのかもしれないですけど、はい、物に使うのはある。最初なんか自転車、はい、あの裏にもいろんな部品が並んでますけど、はい、あれご自身でやられたんですよね。そうです、ね、ギア変えたり、はい、考えられないですもんね、はい、手汚れるじゃないですか。汚れるだけじゃないですか。洗えば綺麗になります。手汚れないようにゴムの手袋変えましたもん。だから直せなかったらどうしようとか。直せないことなんかないですよね。なんかバラバラってばらけて、はい、戻した時に戻らないみたいなことってあるじゃないですか。あまり構造を理解してないので。構造を理解してからやるので時間がかかる。なんかめんどくせえってなるんですよね、はい、はい、というで、これがまた女性の場合も、うん、テニス、ゴルフ、スキーなどスポーツに関わるが、またその工芸とか手作り作品っていう場合もあるかもしれないと、はい、
雑然とした家も全く気にならず、さまざまな段階の作品でいっぱいになる傾向がありますと。料理に夢中になったり、はい、陶芸に興味を移すかもしれないと。その場合、その彩度の高い鮮やかな色が豊富に使われ、部屋中に植物とかそういったものが溢れていくでしょうと。また突然のお客さんも SP の、女性の方は大歓迎ですと。 SJ 守護者のように、お客様の準備ができていないから、はい、で、あわあわすることはないと。むしろ喜んで自由に今あるものを即興で提供し、食事スペースを作るためにそういう雑然としたものをパパって片付けて、どうぞどうぞって明るく振る舞うでしょうと、はい、若干 SJ をこき下ろしながら書いてあります。まあ、こき下ろしてるかどうかは分かんないですよね。そうですね、はい、あのうちは突然のお客さんは家には入れないですね、はい、でもまあ呼んだ時にはちゃんと準備されてるわけじゃないですか。呼んだ時は準備はきっちりされてます、はい、SP は準備されてないですよ多分。適当にあるもの出してはい、はい、確かに SP は単純かもと。怒りっぽいけど吐き出すとさっぱり。体調はなんか吐き出しもしなさそうですけどね。そんなにそんなに、そもそも怒ったりもない、はい、怒れない、イラッとしたりとか。僕の怒れないとは違うんでしょうね。まあ、そもそもそんなになんで怒るんだろうみたいな感じですよね。思い通りにならないからですよ。思い通りにならないのは当たり前のことじゃないですか。そうですよだから怒れるものがないみたいな感じですよね。なるほど、はい、